わいし来た来たんかお前え、でかいこれでかいわいしナイスワンナイスおーしゃ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 来たゆくゆくりもっとゆくりもっとちょっと今もう時間かいやまだまだいいよ寝とってまだ時間あるからおはようおはようおはようお前ちょっと横向いてみるちょっとああお前なんだこれ生理現象だよなんだこれお前いや収まってきた収まってきた収まってきたほら行こう次あ行こう行こう行こう何おつらなあかんおつろいなあ朝だなつらなあかん今4時50分だ5時5時半から出るからな行くぞやろう行きましょう。でかいの取りましょう。エレベーターこれ動かんのか。感覚が来るの。早朝すぎてまだエレベーターが動いてない。感覚が来るの。お、来るぞ。はい、ということでね、来ました。今ね、早朝5時40分ぐらいかな。キクさん、はい、今日目標は目標60。ちっちゃいな。60。俺な、世界記録。俺狙ってくるよ。世界記録今日やろうやろうやろうおう行きましょう出るぞ今日初めてなんでね出るぞこれおい今日どうする何をルアルア何からやる初めての琵琶湖だよねあというか、うん、お前30年ぶりの琵琶湖だろそうだね小学生時代に来て、うん、入れ食いにさせたと中学校の時だなもう30年弱、うん約30年ぶりに来たと30年経ってるよ経っとるなちょうど30年ぶりか琵琶湖ちょっと嬉しいんじゃないかお前嬉しいなただお前サングラス忘れたってお前どういうことだよごめんごめんこの時にお前、うん、楽しみもう丸出しで行こうよ顔もダメダメダメなのメまあいいやじゃあやろう木口さん一発目何でいく、はい、キッカーバグラバージグにつけるわけかキッカーバグいいね釣れそうでかいの来るよこれしかもお前でかいやつよでかいキッカーバグだないやもっとでかいのあったけどちょっともうキッカーバグで、うん、なるほど自分はね世界で一番釣れてるっていうキッカーバグよりこっちの方がいいぞ、うん、これマジで強いから世界最強これ下藻があるんだ藻の中打っていくのよ今からやるぞこれでねちょっと世界記録狙っていきますこれ強いですからもうこれだけでもいいぐらいよねどう菊池さん爆ラッシュお前あーちょっとか向かい風だな向かい風だからそれ気をつけないとおいおいおい素人かお前向かい風でちょっと調整してからねバックラ菊池さん初めて使ったのそのベイトリーいつもお前 MGL 使ってるよ同じようなやつかなはいということでこれを投げていきますバイスリンプあとバイスリンプ投げて釣れなかったら安心持っていい絶対釣れない。バイジュースリンプで釣れないということは絶対釣れない。そういう方程式になってるんで、自分の中でね。これ投げたらもう自信持ってやればいいよ。腹が減ったら戦ができないんでね、おにぎりとね、このスモークチキンスライス。これを食べればね、これがうまい。うん。キクさんも食うか。チキン。うん。食べるよ。食おう食おう。これ食うと釣れるんだよ世界記録は。うまいだろ。ゴミゴミ。おお。菊さんさっきの俺バレ惜しかったなバラしたの。ちっちゃかったけど。35ぐらいあったよあれ。大量に取っちゃう。もう取ってちょ。水草を。泥も。おお。じゃあ手洗ってな。それやる気かここに行くわパワーウィグラーだパワーウィグラーなこれでかいのしか釣れないフグみたいなどんな動きああ釣れるなそれどうこれいい動きしとるぞいい動きやぞなあおよっしゃ釣るぞおちょっと投げてくれ釣ってくれ巻きもんみたいな感じかまあそこ沈めてチュルチュルやっても泳いでもいいだろうし泳いででかいぞそれ釣れたらよっしゃ、うん、釣れよおお前四国からはるばる琵琶湖までやってきてやらなあかんこれでお前坊主だったらお前帰れんだよ俺坊主じゃパワーウィーグラーやらなな坊主じゃ帰れんぞ俺は、うん、
ちょっと今日菊さん厳しいね。取っとんか。ファン取ってるよ。バイゼスリンプ投げても反応がないんで、ちょっとシャローね。結構このマーティーな時はね、あの辺にチャンネルラインが結構あるんですよ。その辺のチャンネルラインな、重要だ。これ、あー、ここにあるチャンネルラインよ。チャンネルライン重要だ。うん、水が動いてんだよな。あれ鳥がおるだろ、あそこ。あいとこ、あれメインベイトが。チャンネル、チャンネル。うん、チャンネルがあるんだ、あいとこに。チャンネルを攻めていかない。菊さん。おう。あ、穴おるか。穴、穴。穴打ち。穴。あいとこおるんだな。おる。おる？お前は素人だな、こういうとこいるんだ。本当か、お前。本当だよ。釣れやよ。テトラポッドと一緒だ。来た。来ないな。釣れそうだな、キッカーバグ。釣れるよ、これ。おう、やるぞ、やるぞ。食ったんか。食った。でかい。いや、まあ、普通かな。よしよし、でかいぞ。ゆっくり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 。でかい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 。ゆっくりゆっくりゆっくり、もっと、俺ゆっくりゆっくり、俺が取っとるか。ゆっくりゆっくり、もっとゆっくり、あ、もっと50、50、50。あ、もっと、あ、巻かれる巻かれる巻かれる。40、40、40。来た来た来た。チャーター、チャーター、チャーター来たよ。ぶっこ抜くぞ。よっしゃ、40アップ40来た。ジャスト40ジャスト。チャーター、おったな。よっしゃ、40測ろう。何センチだと思う？俺は39。40ジャストか。40ジャストか。やったね。ジャスト、やったな、お前。初バス琵琶湖、30年ぶりの。来た。あ、40あるか。40来た。 あるな。引いてみろ。来たな。40、39、38。ちょちょちょ、何やったんだ。素人さんは口を閉じて、口を閉じて、この、で、40だな。待って、待って、手どかして、どかしてごらん。で、そう、の手、左手、これで、これだよ。跳ねるから、こいつ。上は口ここだから、39、40ジャストだな。40ジャスト。39か、40。よっしゃー。チャーターやったな。やったやろ。よかった。チャーターできた。まあまあだったな。おー、初バス。おー、釣れるぞ。やれ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 。よしよし。キさん、今の約40センチのバス、これで釣れました。このチャーターとワンアップシャット、ジャックハンマーね、これ。ジャックハンマー、ジャックハンマー、うん、あ、で、これと、うん、ワンアップシャット、うんこ色の、うん、で、これがうんこ色とこの黄色のね、クランクベイトみたいな、こういう独特の動きするんだよね、チャーターが。いや、俺の巻き加減、あ、微妙な巻き加減が最高だったの。よっしゃ、もう一個、もう一匹、もう一匹、もう一匹。今何時？9時ぐらい。9時ぐらい。どう？ワイチ！来た？ナイスワン！来たんか？来た来た、ついに。来たんか、お前。来た、4メートル。あー、35。いや、結構あるか。え、でかいこれ。うわ、でかいこれ。50、50！潜ってる、潜ってる。え、でかい、でかいの？でかい。ワイチ！もうちょっと引きで、引きで取れ、引きで。おぉ、引きで引きで取れ。でかい、でかい、これ。あ、でかい、でかい。でかいじゃん、でかいじゃん。でかい、でかい、でかい、でかい。あー、これでかい。いや、これでかいわ。ファイス！ナイス！ナイスサイ！おい。グッサイ、グッサイ！グッサイ、グッサイ！おぉ、でかい、でかい、グッサイ、グッサイ！やった、やった、50あるぞ、これ、50。いや、45。50だ。45、45。ナイスワン！ナイスワン！ナイス！おぉ、シャ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 。ナイスサイ！オッケーな、お前。45。わかった、50ある。50、50。ナイスサイ！60よ、6。ナイス。60、60。45、45。60。オッケー！60。うわぁ！うわぁ！50あるって、これ絶対。でかいぞ、これ。来ました。でかいぞ、お前、これ。最強。食ったのは、カットテールの進化。35かと思ったら、近くに来たら思うと思った。で、待って。53。口閉じでしょ。54。53、53.5。53、口閉じ。3.5、やったな、お前。おい、53.5、自己最高。違うか。いや、でかいでかい、こいつ53.5。すげえな。まあまあね、ぐっさい重さ取ろうよ、重さ。
重さ測るか。 OK ナイスサイズ、よかったよ。これどうやって掴むの。寝ごっこあるよ。 OK、 あ、こっちも、うん、これいいね。待ってね、これはでかいよ。待ってよいいね、やったなお前。ああ、 53.5、 53。水をちょっと乗せてね。 OK、 手離して、はい、まあちっちゃい 2.41、 前のは 3.4 あったから。 2.4、 2.3。 ああお前、 OK、 ナイスナイスアイ。ああ OK、これはこれやったなお前。これはいいっしょ、これは。 Thank you ね。俺も釣りたい。ちょっともう早く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 走る。 OK、 これはこれはやったね。 OK、 はい、皆さん釣れたのはこれ、ゲリヤマトのこれです。これで53、グッド。やっぱ釣れるね。うん、やっぱ釣れる。ゲリはちょっと当たりがなくなったか。なくなったな。パワー、これ何それ。これ何使う。え、脳進化でヘビーカバー。これこれはちょっとポイント違うと思うけどな。違うかな。今 3m50 ぐらいのラインだから、まあでもぶっ飛びで 18g あって、うん、これはだから、うん、これもザリガニ系か。これザリガニ系だけど、フナとかブルーギルが弱ったみたいなイメージも、うん、超高比重マテリアル、うん、ぶっ飛びだよ。これ使って、それで手外ショック攻めるよ。じゃあカワースライド、カワースライド OK、 グリパン、うん、よし。お前いろんなワーム使っとるな。おう、チャタからなんかいろんなもん手出しちゃって。これこれ素人がいろんなもん使っちゃってちょっと豪華釣れるといいな。もう釣れるよ。あ、今ちょうど12時半ぐらいかな。大体分かったね。あ、ラスト勝負パターン大体分かった。 OK、 キグさん、はい、やらないかんね。60釣りました。今日53と、まあ、40ジャストぐらい。いやいや、あんなチビバスちっちゃいな。チビバスなんか俺正直ね、今53つったけど、ちっちゃーと思って。やっぱり58超えないと魚じゃない感じする。マジで。お前もよく言うわ、本当。いや本当ちっちゃい。よく言うわ。あの53はちっちゃい。なんかまだ痩せとって。2.4 キロでしょ。本当ね。うん。贅沢だお前。そう。いや大体だから 3.5 キロ超えないと魚じゃない。一番初めのザ・ブラックバスでこんな小さいの釣ってでかいでかい言っとったのな。贅沢だ。いやいやいや、ちっちゃいちっちゃい。あれはな。やっぱ5キロ超えだ。釣ろうね、後半戦。おう、やるぞ。やるか。ああ、はい、今日はね、いろんなもん投げてってますよ。ありとあらゆるものをね。え、いろいろ投げなあかん。釣れるぞ。もう50はちっちゃいからな。60だろ。55超えじゃダメだぞ。50じゃダメだ。ちょっとね、いろんなワーム使っていきたいんでね、今日いろいろ使い倒してます。まあね、バイジュスリム投げたら釣れすぎちゃうんで、今日は封印、うん、釣れすぎる。今回はこのね、パワーグライダー。ここはこうあったらね、こっちが柔らかい素材になってて、高比重というか、こっちがね、こっちは塩が入ってると。だからここの辺に刺せばいいのかな。こっちから刺すんだよね。こっちが硬いから、ちょっとごめんね、素人で刺し方よくわかんない。初めて刺してます。こんな感じかな。で多分こんな感じかな。ちょっとうわっ、おい、針が指に刺さって血が出たぞ。おい、グロ注意ですね。大丈夫か。うん、大丈夫。なんかいや、痛くなかったのにプシッて刺さって血が出たという。グロ注意ですね。あれ、なんか刺し方間違ってるかな。あれ、なんか違うな。あれ、こんな感じかな。はい、ちょっと自分の血がついちゃって痛かったな。ちょっとこんな感じかな。デカバスなら食うだろう。はい、これやっていきます。今見てもらったように、針っていうのは非常に危険なんで気をつけてください。うわ、ぶっ飛び。パワーフライは 18g あるからものすごい飛ぶ。で、あれはね、こういうウィードとかシェードのブッシュ、ああいうとこ投げ込むとすごい釣れるんですよ、パワーフライだ。これが一緒だよね、カバースライド。カバースライド、うん、系みたいね。ちょっと初めて使ってるんで使い方よくわかんない。なんか電話かかってきて。デスアザーカーリーを投げていきましょう。
今日はね、いろんなルアー投げてね、いろんなもの投げてやりますよ。おいし来た、よし来た、ちょっとしたいけど、あおーしゃしゃしゃ、どうしようろうで黒いなバス、ちょっとピンと合ってね、あー血が出ちゃった、よーオッケーオッケー、いい感じ。はい、あとね20分ぐらい、30分かラスト勝負、おやるぞ、ラスト30分オッケー。今日はね、バイズシンプ投げたらもう釣れること分かってるんで、バイズシンプじゃないこういうストレート系のね、ワームでやっていこうと思う。ラスト30分だもん。はい、帰るか、厳しかったな。まあでも一匹釣れたよ。風が強いわもう。ああ、一匹釣れたで。なあ。ああ、またやろうぜ。またやろうぜ。お疲れ。疲れた。疲れたな。疲れた。だけどやっぱり、フラフラだ。一匹ずつ釣れたね。ああ、一匹ずつですよな。一匹ずつ。うん、本当は6丸釣りたかったんだけど。うん、だからそれは甘くない。うん。ああ、完全に疲れ切ったんだ。疲れ切った。結局でも5時50分ぐらいからぐるっと5時まで、うん、休憩も15分ぐらいだったから。まあな、甘いよ。でも甘いか。ああ、世界記録狙ってんだから、うん、初めてだから勘弁してくれよ。世界記録取れん。船疲れるわ、船はな。やっぱこう、どんぶらこどんぶらこするからこう疲れるな。なら、うん、50やそこらでどの子に行ったらダメだ。世界記録だけど、僕は6丸取りたかったな。そうだね、6丸取りたかった。純粋に6丸取りたかった。6時で、あ、でも甘くないんだって。特に今日予報で厳しいって言ったでしょ。うん、見てたね。ね、だから奇跡、今回の40と俺の53と、ああ奇跡的なバイトやったのよ。まあ、なんかチャターで来たからな。あ、お前チャターだったもんな。チャターで、ああ、あの時はもう今日爆釣かなと思ったんだけど、甘かった。1匹来たもんな、チャターで。午前中9時半10時ぐらい、うん、うん、俺今回な、範囲分かったわ、うん、バイズシュリンプ投げたら、うん、絶対ずれるとか分かってたから、うん、あえてほとんど投げなかった。ああ、裏書いた。だからあれで釣っても嬉しくないって、釣れるの分かってるから、うん、ああバイズシュリンプ使ったら、はい、釣れるわけで絶対、うんうん、簡単すぎるし反則技だからあえて使わなかったわけで、別のやつでやったんだけど、うん、まあそれが範囲かな。だったら使って6番釣っとけばよかったって。だからバイズシンプ使わずに6番釣ったろうと思う。まあまあ、うん、分かんないけどな、うん、結果論な。疲れとるな。疲れとる。疲れとるというか、ちょっと気持ち悪い。あ、酔った。酔って気持ち悪い。でも結構やりきったよね、最後。やりきった。うん、最後ちょっとお前がこれ止まって、うん、あと10分ぐらいやった。あれがちょっとね、苦痛だったわよ。あ、ほんと最後のギリギリまでね。あの10分がね、あの時点でかなり気持ち悪かったから。あ、ほんと言えばよかったもん。いや、言ったやろ。あ、ほんとごめん、集中しとったから。お、言っとんかったからね。 あ、言ったっけ。ごめんごめん、もうかなり苦痛だったもん、うん、結構俺最後までやりきりたいから、うん、世界記録可能性あるから。まあまあね、うん、出る可能性は十分あるから。わかった、わかった。ああ、もうまあ明日もあるから。明日もやるぞ。明日やろう、ガッチンコで。ああ、明日ホッコ行こうか、おかっぱりで。おお、やろうやろう、明日ホッコ。おお、クランクベイドル釣ったろう。ていうか、お前あれじゃない、あのルアー買いすぎじゃない。いやいや、ルアーローテーションだよ。もう15分おきにコロ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 釣れんぜ。いいんだよ、楽しかった。まあまあ、楽しかったらいいんだよ。そうだな。で、結局釣れたのはあのチャターにワンアップシャット。ああ、そうだね、のトランプ配合の、うんうん、あれで釣れたもんね。釣れたよ、うん、本当あれだけやってたら多分10匹ぐらい釣れたかな。チャターやっぱ釣れるんだな。チャターあれ釣れると、うん、これ持ってないし投げたことないけど、あれだけ投げ続けとったら多分、うん、まあ、10匹は嘘かもしれない、5匹は釣れてたね。マジか、うん、ということで菊さん今回ね、はい、初日1匹ずつってことで、まあ良かったでしょ、坊主より。はい、良かった。まあ、6丸明日釣ろう、うん、でっぷりしたな、6丸、うん、気持ち悪いんかお前。気持ち悪い。